ではこれから伊豆に向かいます。それ何？なんかかっこいい、かっこつけるとか。あ、かっこつける、かっこつける。せいせいせい自分で笑っちゃった。桜の里に来ました。でーでー。あ、それやると思ってなかったから今ぴったりな画角になってない。でー。それでなんか桜咲いてますちょこっと。あら。あ、これちょっと写真撮ろうかね。かわいいわ。うん。素敵です。桜咲いた、桜咲いた、まだはーい、ご飯おめでとう。はい、じゃあカメラ出してください。はい、1、2、1、2、1、2、1、2。足がね、もうね、冷えてね、テンション上げていかないとね。よいしょ、寒くてね、思ったよりちょっと寒かったね。うん、いつ来たら暖かいかと思ったんですが、じゃあ写真撮って。桜見れてよかったね。はい、じゃあ寒いんで次行きます。はい、次。え、どうしました？はい、シャボテン公園に来ました。でーん、なんと私たち株主優待の権を持ってるんです。これ行ってみましょう。はい、加藤さんが冷え切っちゃっています。あ、寒い、思ったより寒かったです。なので早速ご飯を食べることにしました。はい、サボテンそばです。これサボテン、いただきます。山菜とかみたい、うん、サクッとしてる、中ぬちょっとしてる感じ。周りもちょっとなんかね、さやいんげんとかそういう感じ。なんか食べてみる。うん、ちょっと嫌だなって思って。おいしいよ。あ、いや、こちらカツ丼。食べたらちょっと体が温まりました。よかったです。シャボテン公園といえばこの鳥というか怪獣だよね、うん、あ、じゃあ早速入ろうか、温室。とりあえず、はい、なんか鳥がいっぱい。しないとヒドラが来るよ。あ、ヒドラって、この子ヒドラなんだ。重たいね。
最近シャボコが好きだってよ。これよく子供の頃ちっちゃい鉢植えで見ました。羽のなる木、本当は花月ナンバーグランド花月は、あ、羽のなる木っていう名前の付けられ方したの。ってことだよね。なんであそこ花月なのかなってね、大阪のね。ていうか、なんで花月っていうんだろうっていつも。金のなる木、ナンバーグランド花月。よし、あとでまた調べてみようか。わかった。大阪の人が考えそうだね。一緒に行け。お邪魔します。よろしい。賢い者だけがこの森から抜けることができる。お前らにできるか。はい、その覚悟はあります。ならよろしい、入るがいい。行ってきます。師匠。師匠だったの。くまモンの時にこんな感じじゃなかったっけ。はい、じゃあご飯買いました。見えた。ここ撮っててね。この中ちょっとここ行くよ、行くよ。お手手出てくるよ。でベトベトじゃないですか。うん、いいです。こっちの子にもあげた。いる。はい、あいで。はい、どうぞ。あ、おいしいですか。じゃあさっき2個あげたからあなたにも1つ。徳さんもやる。ちょっと1個ずつあげるからね。どうぞ。あ、ちょっとこちら持ってるね。美味しかった。5年生、10年生、20年生、30年、40年、50年生。サボテン50年。おいしいですか？一緒に食べると美味しい。はい。大きい。ご飯はもう召し上がったんですか？ああ、子供たちが食べてからだ。かっこいい。食べた感じしますけど。先食った感じします。食べたかな。嘘言ってます。よかったね。うちの主人、徳さんです。